ブライアン・ジェームス、チャス・チャンドラーは、イギリスのミュージシャン、音楽プロデューサー、及びマネージャー。アニマルズのベーシスト、ジミ・ヘンドリックスのマネージャーとして知られる。1938年12月18日、ニューカッス,スル・アポンタインのヒートンに生まれる。1962年にアラン・プライスのトリオでベースを担当。エリック・バードン加入後、バンド名をアニマルズと改名。 チャンドラーのベースの演奏が批判的に評価されることは少なく、1965年に発表された楽曲、朝日のない街のオープニングのリフを含む複数の演奏は後に称賛された。しかし、商業的な成功に対して少ない給与面に厳滅。その後、1966年にアニマルズは解散。エリック・バードジ・アニマルズとして再編成され、 それまでのメンバーはすべてグループを去ることになった。アニマルズ解散後、チャンドラーは、ジミ・ヘンドリックスのマネージャーに転身、ノエル・レディング、ミッチ・ミッチェルをスカウトして、ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスを結成させ、彼らのデビューアルバムと2枚目のアルバムをプロデュースした。また、ヘンドリックスをエリック・クラプトンに紹介し、クリームと共演するチャンスを彼にもたらした。チャンドラーは続いて、 スレードのマネジメントを12年間担当。この間 IBC スタジオを買収して4年間経営し、バーンレコードを設立したほか、1万席を有するスポーツエンターテインメント施設入滑するアリーナの建設にも尽力した。1996年7月17日、入滑するにて死去。ありがとうございます。